はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。東京都知事の今ね、小池さんが、新しく一戸建てを建てる際には仲間強制的に太陽光のパネルを屋根の上に載せろっていうね、なんかそういう条例かなんかを出したはずなんだよね。SDGs だっけ、それに関連したものだと思うんだけど、まあ太陽光をパネルをね使ったといえ、最初のうちは多分嬉しいと思うんでね、売り買いされるから。だけどどうなんだろう、時期によって違うのかな。梅雨の時期はさ、本当にマイナスになれるだろうし、マイナスっていうか、まあ売買ができなかったりとかね、結局は自分が買うしかない、買うしかないというかね、まあ夏は夏でどうなんだろう、本当に季節によって違うなとは思うんだよね。これに反対している人もやっぱいるから、変な話さ、東京都から引っ越す人もいるんじゃないかなと思う。引っ越すっていうか、建てようとは思わない、無理に東京都で。それだったらもう東京に近い、その神奈川県の川崎県内か、横浜市とか、まあまあちょっと遠いけど藤沢とかね、そっちの方に住むとか。結構人気なのは厚木、海老名あたりが結構、なんだっけ、一本で行けるっちゃ行けるんだよね。東急東横線だかわかんないけど。で、藤沢なんかだと、東海道線で行こうと思えば行ける。まあちょっと時間かかるけどね。大船あたりで始発が多分あると思うから、それに合わせて藤沢あたりから、ね、バスで大船まで行って、そっから行くっていうのもあるけどね。あと、埼玉でも川口市とか、春日部とか、ああいう都心に近いところに住むとか、あと茨城県も茨城県で千葉に近い方とかね、あそこの辺の、近い千葉県でも本当に市川とか市原とか、そういうところで、南房総なんかでも、どうなんだろうね、本社が川崎とか横浜にある会社だったら、ね、アクアラインを使ってっていうこともできるっちゃできるよね。遠回りしないでね。まあだからそういうところで移住を、東京から田舎の方に、まあ、自分が住んでいたところ、住んでいたところというか、まあ、実家があるところに、ね、こう、帰ってくる。だったり、まあ、新規に移住したりっていうこともありえる。まあ、その、小池さんが何月まで、何期までやるかっていうのは分かんないけど、まあ次の都知事が、この条例というか、それを撤廃するのか、このまま続けるのかっていうのは分からないけど、ね、とは言っても、本当に反対する人は反対するだろうなと思う。どこだっけな、なんかの
YouTube かなんかで動画上げられててさ、都知事じゃないけど、別のなんか説明会かなんかで、もうじいさんが、ふざけんじゃねえ、うらーみたいな感じで、怒鳴り、で、別の人に殴ろうっていうか、手を差し伸べた時に、手をはたいたとかっていうのを動画に上げられてて、上げられててか、捉えて、それが、なんかの動画に上げられてたんだよね。まあ、YouTube かなんかだと思うんだけど、その撮った人の、まあ、議事録じゃないけど、証拠としてね、こういうことがあったっていうことで、まあ、撮っていて、で、そこの部分はちょっとどうしても許せんっていうことで、まあそこを切り抜いて やってみたら結構バズってしまったっていうことで、なんか YouTube じゃね、その Yahoo だったりだとか、ニュースにもやってたような気がするんだよね。それが何だったのか、その、太陽光パネルかなんかの、業者のね、人なのかっていうのは、ちらっとしか見てなかったんで、よく分かってないんだけど、まあ、そうであったとも、あったとしてもさ、ちょっとやだよね。そういうところに任せたくないっていうかさ、どうせ、その自分が、まあ、この会社にね、頼んだとしても、またなんか、余計なことするな、みたいなさ。ああだこうだ、こういう要望ありますって言っても、余計なことするなとかさ。そういう要望は通りません、みたいなさ。なんかそんなこと言って、恫喝というか、脅しというか。まあ、それに話題になっちゃってるからさ、バツって話題になってるから、そのじいさんもどう思ってるのかね。こんなに。クレームじゃないけど、そういうようなことがあってさ、その原因が自分だっていうのは分かってんのかどうか分かんないしさ、ね、まあ話がそれちゃったけど、まあ結局のところ、つけようと思ってる人はつけて、いらないわっていう人はいらないって、まあつけなくていいっていうさ、そういう選択肢がないのが、まあ、東京都に住まない、離れる、まあ、原因になってしまいそうな感じもするんだよね。まあ、あくまでもこれはね、私の感想なので、しかも神奈川県に住んでるんで、まあ、今のね、神奈川県の黒岩さんが、小池知事と、ね、そういうことは、あ、面白いかもと思って取り入れるっていうのはさ、まあないとは思うんだけど、もしそういうことを言うんだったら、黒岩さんは投票しないと思う。まああくまでもね、推測なんだけど、皆さんどう思いでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。以上です。